こんな感じに仕上がりました。はい。うん。どうも。肉団子です。バン。モリオハザードでーす。さあ、やってまいりました。本日やるのは、こちら。プロテインカップケーキを作ってみよう。やめて、肉団子を作ってみよう。はい、顔面放送事故。はい、くだらないオープニングはもうここまでにして、プロテインカップケーキを作ってみようということで、じゃあこれをねちょっとね紹介していきたいと思います。はい、こちらがですね、B レジェントさんから発売されているプロテインカップケーキでございます。激うまチョコ風味と、なっております。すごいですね。カップケーキなのにタンパク質が 16.1g 入っておりますと、栄養成分表示1食 40g あたり、エネルギーが 144.7kcal、タンパク質 16.1、脂質が 0.9 です。これはでかいですよね。ダイエットとかしてる方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱ脂質がかなり気になると思うんですよ。で、炭水化物 19.5、糖質17、食物繊維 2.5、食塩素 0.3 ってなってます。裏面はこんな感じ。早速作っていきましょうかね。材料はこちらだ。はい。水 40ml、300ml 以上入るであろう、マグカップですね。はい。まず開けていきます。お水 40ml を入れてよく混ぜます。ダマにならないように混ぜるだけです。はい、ダマはないですね。こんな感じ。はい、じゃあこれを500ワットで2分温めていきたいと思います。はい、こんな感じで。どんな感じ、どんな感じで仕上がるの。待てないんだけど、待てないんだけど、あと1分45秒あるんだけど、肉団子おじさん待てないんだけど、もう食べたいんだけど、カップケーキ、カップケーキ食べたいんだけど。ちょっと待ってください。映しておりますが、ふっくらしてるとこを撮りたかったんですけども、全く見えません。回してる意味がございません。さあどうだ。はい、こんな感じ、膨らみました。お皿に盛り付けて食べてみましょう。おお、こんな感じで、おお、ごついね、ごついね。よいしょ。はい、綺麗によそいました。プロテインカップケーキの出来上がりでございます。超簡単、計合わせて3分かかってないんですかね。食べていきたいと思います。それでは早速いただいてみましょう。はい、こんな感じに仕上がりました。ちょっとね、やっぱカップケーキでレンジでこう仕上げたものですから、見栄え的にはねあんまり良くないかな。許してください。味だから。見栄えなんかどうでもいいんだもん。味だから。結局腹入れしまんだから、もう。その発想がもう肉団子なんだけどね。うん。いただきます。あ、はいはい。割ったらこんな感じでございます。すごい美味しそうっすよね。いただきます。うまい。こちらにも。バン。うまい。おいしいわ。しっかりしてる。うん。たかが3分ぐらいでできたと思えない。うん。甘さ控えめなんです、やっぱり。甘さ控えめでしっとりしてて、そんなパサパサしてる感じもないですね。うん。すごい甘いのが好きな人は、あんまり好みじゃないかもしれないですけども。甘ったるいもの好きじゃない人はもう確実にこっちの方がいいですね。ただもうあれだね、ごめんなさい。俺は牛乳が欲しい。そして牛乳と確実にめちゃくちゃ合う。で、これでもう 16g のタンパク質が取れるわけですよ。間食としてはいいですよね。ご飯としてはもうちょっとタンパク質が欲しいんでしょうけども。うん。これにプラスプロテイン飲んだりとか、これプラス豆乳とかね。うん。いいかもしれないですね。うん。最後、一口。いただきます。最後一口言ってちょっとかじってちょっと8口ぐらいにしようとしてんのかい。肉団子のおじさん、これを長く食べようとしてんのかい。
いただきます。だからな、何小さく食ってんだいって。この手のやつはもっとドカッと食べてしまえよと。この手のやつはめっちゃ一気に食っちゃえよって。何ちまちま食ってんだって。もったいないからです。味わいながら、ゆっくりと。食べたいからなのだ。気持ち悪い。です。うん。ごちそうさまでした。はい。ということで、本日はですね、こちらの、ビーレジェントさんから出ているプロテインカップケーキ激うまチョコ風味をですね、実際に作ってみて、動画にしてみました。もしね、興味のある方はですね、ぜひ、頼んでみて、食べてみてください。はい。本日は以上、ここまで。皆さん、最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた。はい、肉団子に甘酢をぶっかけて召し上がれ。